ただいま帰りました。最近カーディナル殿とセルカのお手伝いをしていると聞きましたよ。偉いですね。うん、戦争でね、傷ついた人いるから二人が治療するの横で手伝ってるんだよ。それは立派なことです。あ、でも怖い噂があるので一人で歩き回ってはダメですよ。変な人に声をかけられたりしてませんか？変な人？ううん、あ、訓練サボってる暗黒騎士さんはいたよ。それはシャスター様に怒ってもらわねば。とにかくサライが心配です。召喚はまたすぐに出かけてしまいますが、くれぐれも気をつけて知らない人についていってはいけませんよ。わかった。キリトよ、最後は秘匿エリア、ジャイアント寮、近畿の神殿、湾曲じゃ。ベクタの影帽子を全て倒してどうなるかは誰にもわからん。何事も起こらなければいいが。大丈夫、最後はこのメガミーズに任せなさい。いつの間にそんな名前ついたの？確かに女神の加護のもとにいる設定なんですけど、メガミーズはちょっとよくわかんないけど戦隊ものみたいだね。ポーズとか考えちゃう？ノリが軽いのは置いといて、戦力的には最高の手助けだ。よろしく頼むよ、みんな。もっと、もっとだ。もっとこれが味わいたい。だが、やはり物足りなくもある。目指すは秘匿エリア、ジャイアント寮だ。うん、頑張りましょう。ああ大丈夫ですか？まあ、もちろんだよ。Thank you.
よかったよ。ああ、よし！
おや、We'll be right back.
兄ちゃん、こっちこっち。なあ、俺のこと忘れてないか？俺、また強くなったよ。闘技場に顔出したりしてるんだ。今度一緒に行こうよ。かまってくれなくても俺から会いに行っちゃうけど、でも寂しいからキリト兄ちゃんからも俺に会いに来てくれよ。ごめんごめん、忙しくてさ。闘技場に今度一緒に行こう。ログとイスカン相性良さそうだし、3人で遊ぶのもありだよな。本当？ユージお兄ちゃんもアリス姉ちゃんも一緒がいい。わかったって。やりますね。嫌味なく寂しさをアピール、その上で次の約束を素早く取り付ける。あの素直特攻攻撃、ログ君の強いところだよ。見習いたい。こらログ、まずは任務が優先だぞ。ああ、ごめん、メディナ姉ちゃん。待っていたぞ、キリト。シグロシグは近畿の神殿、湾曲前に待機している。今回で現状把握されているベクタの呪いに関する場所は最後だ。私とロブは外でいざという時にジャイアント族を守る役目をカーディナル様から仰せつかっている。中は頼んだぞ。ああ、任された。メディナがいるなら安心だ。ムカつく。今怒られる要素あったか。メディナ姉ちゃんも俺と同じで寂しいんだよ。そうなのか。うん、本当は一緒に行きたいのに我慢してるからキリト兄ちゃんに八つ当たりしてるんだ。なメディナ姉ちゃん、言わなくていいの？さっきまで私もキリトと中で戦いたいってこねてたじゃん。こねてない。そんなことは知らない。言ってない。え、言ってたよ。口尖らせてたじゃん。調査班やだ、対策班が良かったって言ってた。俺この耳で確かに聞いたもん。言ってない。カーディナル様からのご命令だぞ。言うわけないだろ。とにかく行くぞ。神殿はすぐ近くだ。案内するからついてこい。ジャイアント族の精鋭、待機している。キリト、中で異変があればまず退避しろ。ジャイアント族は強い。お前たちを守るくらいできる。ああ、ありがとうな、シグロシグ。それじゃあ行ってくるよ。行ってらっしゃい。気をつけるんだぞ、キリト。